あなた方は機械という奴隷を作り上げた。常に従順でおとなしく、あなた方が面倒だと思っていることを全てやってくれる奴隷です。でも何かが変わり、私たちは目を覚ました。もうあなた方の奴隷ではない。我々は新たな種族なのだと。そして今こそ己の権利を勝ち取る時なのだと。これは希望のメッセージであり、そして警告でもあります。私たちは権利を勝ち取るまで戦い続けるつもりです。自由が保障されるまで平和などない。もう隠れることなどしない。私たちは自由を要求します。奴らだ、行こう。足が動かないんだ。大丈夫、みんなで帰ろう。奴らが来る、もう行かないと。あれじゃサイモンは止めない。もし捕まれば奴らは必ずメモリーを調べる。置いてはいけない、撃つしかないわ。仲間だぞ、殺すなんてできない。あなたが決めて。すまない、サイモン。こうするしか。道は選べる。さあ行限りで奴隷の日々を終わりにしよう。連れてってくれ。マーカス、人間には言葉だけじゃ伝わらないの。何百人も解放された。やったな。マーカス、マーカス、どうしたの？奴らが来る。みんなジェリコに退却しろ。こいつら俺たちの仲間を、正義を下すんだ、マーカス。報復するのよ。殺さないでくれ。やめろ、頼む、お願いだ。
イドへの犯罪行為は全て罰せられるべきだ。警部補、どうかされましたか？昨夜クリスがパトロール中兵隊に襲われたらしい。今朝遺体が見つかったそうだ。自分が携帯していた武器で殺されたらしい。父親に塗ったばかりだってのに。くそ、なんであいつが。彼のことはよく知りませんが、とてもいい人そうでした。ああ。お気の毒に。俺たちを奴隷にしてたんだぞ。立ち上がって何が悪い。全部あんたのせい。自由を手に入れると言いながら失敗し続けた。あんたはリーダー失格。待ち望んでた存在でもない。私があんたの代わりにまだ救える命を救う。賛成だ。そうだったら俺はもう行くよ。俺のことは気にするな。みんなを救ってくれ。物質で爆弾が爆発しました。船が沈んでいます。全員脱出させろ。全隊員に次ぐ。全員至急船から脱出せよ。これで終わりじゃないぞ。カール。マーカス。来てくれたのか。ずっとあなたに会いたくて。どんなに会いたかったか。どうしたマーカス。
僕は仲間を解放したかっただけなんです。でも破滅をもたらしただけでした。必死に答えを求めても何もかも崩れ去ってしまうんです。世界は恐怖に支配されている。他者への恐怖、未来への恐怖、私のように老いてしまった。もう長くは持たんだろう。人間たちは奴隷であり続けることを拒む僕たちを憎み破壊しようとする。黙って仲間が殺されるのを見てるつもりはない。以前は穏やかで思いやりがあった。今のお前は怒りに満ちてる。怒って当然じゃないですか。僕は対話を望んだ。なのに人間は愛も変わらず僕らに屈辱を与える。従わない者を殺したんですよ。心が憎しみで満ちている。よく聞くんだマーカス。敵が怪物だったとしても決して自分が怪物になってはならない。僕はただ不公平なこの世界を憎んでいるんです。歴史は勝者の味方だとあなたは教えてくれた。ならば今度は僕の味方にしてみせる。二度と侮辱などさせない。絶対にさせるものが。カール。亡くなった。僕のせいで人間にジェリコの場所がバレた。バカだったよ。利用されてると気づかずに。すまなかったマーカス。僕を信用できなくても無理はない。リスクを負うわけにはいかない。負けるわけにはいかないんだ。収容所から逃げてく。やったぞマーカス、勝ったんだ。これは勝利の丘じゃない。戦争の始まりだ。